仕事に恋に悩んでいる皆さん、こんなストレスをぶつける男、買いましょう。彼氏は彼氏でも犬彼氏取ってきなさい。本命彼氏のストレスをぶつけられるもう一人の彼氏、言いなりになってくれる男、ついてんな。普通に可愛いじゃん。猫かぶってるだけなんだよ。女はね、みんな女優よ。浮気だろうが下手人だろうが太い気持ちで許してやんのよ。こんにちは。これがタイさん、あなた終わったんですよ。女の敵は女、女のリアル。私が読んだ絵本の物語は違う。たどり着く結末は、俺は男女の友情を信じてる。彼氏をローンで買いました。人生棒に振るほど私の猜疑心は緩くないってんだよ、こら。